それでは本日演奏いただきます吉田颯真さんをご紹介させていただきます。今市長の挨拶でもございましたが、吉田颯真さんは福岡市内在住で、現在市内の中学校に通っております。幼少期に福岡のピアノ教室で松田香織氏による絶対音感教育の指導を受け、現在東京音楽大学附属音楽教室に在学、長嶋達也氏、佐藤博夫氏に師事しています。グローリーインターナショナルピアノコンペティション3カテゴリー最年少で第1位を取り、東京国際ピアノコンクール最高位受賞、ユナイテッドスターズミュージックコンペティションショパンの部第1位年間特別優秀賞受賞、ウィーン・モーツァルトハウスでの海外演奏経験を持つなど輝かしい経歴を持っております。それでは吉田颯真さん、よろしくお願いします。Thank you.